劉備はなぜ人気なのか。その裏には樹の影があり、三国志には数々の武将たちが出てきますが、皆さんはどんな武将が好きですか？曹操、確かに有能で革命的な働きをしていますね。関羽、わかります、わかります。三国志演義の関羽は本当に義の人でかっこいいですよね。トートン、もしやあなた蒼天航路愛読者では？と様々な人物が挙げられると思いますが、よく正史三国志を見た人に劉備がなぜ人気なのかわからないと言っているのを見かけました。今回はこの劉備の人気について考えてみましょう。どうして劉備は人気なのか。まずやはり三国志演義の影響が大きいと言わざるを得ません。三国志演義では劉備は主人公であり、また仁徳にあふれた聖人君子です。多くの人々に優しく思いやりにあふれた仁君が志半ばで倒れていくことに涙した人も多いでしょう。何を隠そう、筆者も三国志演義横山三国志から入ったので、劉備はいい人だな、関羽はかっこいいな、宗心ダッサイと思っていて、特に最後は今言われたら過去の自分でも3時間は拘束して宗心の凄さを言い聞かせていたことでしょう。ともかく日本での三国志というと三国志演義ということもあり、主人公に据えられた分かりやすい人格者の劉備が人気なのはある意味正当と言えます。日本での三国志の面白いところ、ただ三国志演義の影響から悪役化されることが多い曹操ですが、意外と三国志演義だけを見ていても曹操が嫌いという人は少なく、そういった悪の魅力に惹かれるという人も多くいます。逆に三国志の本場である中国では近年では評価が見直されてきたとはいえ、長い間曹操は嫌われている悪役でしかありませんでした。この違いについて少し考察してみましょう。曹操はどうして嫌われたのか。曹操が嫌われた経緯として、長らくあった儒教の思想が大きく影響していたと思われます。孔子の子孫処刑の件ですね。これは儒家の人たちにとって認められないところであり、目上を敬うべきという思想からすれば、漢王朝から権威を奪った、実際には曹操は漢王朝に一番敬意を払って貢献しましたし、息子の曹丕も極めて穏やかに禅譲を受けたのですが、それでも儒家の思想から大きく離れた行動であったのでしょう。革新的すぎたその行動が受け入れにくかったのかもしれません。曹操の再評価。そんな曹操が中国で再評価されたのは実は近代になってからです。魯迅をはじめとした知識人たちが近代化の失敗の背景に儒教思想への偏りがあったと指摘したことで、曹操のあくまで合理的な行動が見直されてきたのです。特に再評価に熱心だったのが毛沢東で、彼の指導によって曹操の再評価は一気に進みました。皮肉なことに儒教思想への反発から曹操が評価されることもあるそうです。劉備人気の陰に曹操あり。ここでちょっと考えてみたいのが、劉備の人気の理由に曹操への反感があるからではという考え。特に曹操が悪とされた時代に、何よりもその反感を煽るためには対抗勢力を作ることでしょう。そこで漢王朝の正統後継者劉備をいい人物、理想的な人物とすることで、人気を出した結果曹操がどんどん嫌われ、そして反するように劉備の人気が上がっていったのではと筆者は思います。日本での曹操人気。さて、劉備の人気が出るのは正統派、主人公扱いが多いということもありますが、曹操の人気も結構あると思います。その背後にあるのは人材登用というポイント。有能であればどのような人物でも身分差があっても重要する曹操の姿に、この人ならついていきたいと思わせる魅力を感じる人も多いのではないでしょうか。同時に劉備もまた関羽や張飛などの一癖ある人物たちを仲間にしていくその姿を好ましいと思われ、日本でも人気が出たのかもしれませんね。否定しない心。個人的には黒さを感じさせる劉備というか、世渡り上手な劉備もまた聖人君子な劉備と合わせてとても好きです。個人的に正史ではああだ、歴史ではこうだというのではなく、楽しむことが重要だと思います。横山三国志を見た時、吉川三国志を見た時、正史を見て驚いた時、
どれも知らないことを知る楽しさがありました。正史の劉備は三国志演義の劉備とはイメージが大きく違いますが、それで三国志演義の劉備のイメージが損なわれたのではなく、新しい魅力を知った喜びがありました。なので三国志演義ではこうだけど正史ではひどいんだよなんて言わずに、まだ知らない人に新しい魅力を広めていってほしいと思います。新しい知識を得るとき、人は本当に楽しいのだと思いますから。三国志ライター千の一人ごと。もしも過去の筆者と出会って宗信ってダッサいよねと言われたら、過去の自分を3日は拘束して宗信の凄さを言い聞かせることでしょう。そこまで苛烈になる必要はありませんが、その一面だけしか知らないのは寂しいことです。そしてそこだけで三国志を知ったようになってもつまらないことです。面白いことはできるだけ多くの人と語り合いたい。だからこそ三国志の楽しさ、もっともっと伝えていきたいと思いました。